相手の連携ミスという部分で、はい、まあ、運の要素もあったと思いますけれども、ただその後終盤かなり多くの決定機を作っていたので、まあ、力で勝ったというような試合だったなという気がします。はい、アウェー松本山鹿のキックオフで今試合が始まりました。 J2 リーグの第41節です。 SC 相模原と松本山鹿 FC 前半がスタートしていますではありますけれども、まあ、前節も自ら突破していってチャンス作りましたし、こういった前に飛び出すところも積極的で、からのボール、ルカオオーバーヘッド、わずかに右、惜しいシーンでした。惜しかったですね。まあ、このあたりルカオ選手の特徴出ましたよね。まあ、こういうゴールに向かっていく姿勢というのは非常に強いと思いますし、まあ、これもあと一歩というところでしても、まあ、難しい体勢のシュートです。でその後のセカンドボールはしっかり回収するというところですね。そうですね。右にボールが出る、藤本狙っていく。エンドが変わりました。後半は左エンドがホームの相模原、右エンドがアウェーの松本です。キープします。安藤がスルー、富山が下げる、セルジーニョ打ってくる、キーパーの前でバウンド、こぼれている。顔のシュート、三浦のセーブ、コーナーに逃れました。ナイスセーブ。選手をよく見てましたよね。こう上から落としていくボールで狙っていったんですけれども、キッカー安藤、ヘディングで折り返す、ゴール前、押し込んだ、児玉俊斗。終盤にゲームが動いた。松本絶対ですね。いや、このボールも良かったですし、はい、ここ競ったところ競り勝ったの大きかったですよね。梅井選手ですかね。梅井、はい、が今日も仕事をしました。そしてこの後反応早かったですよね、児玉選手。このまま松本敗れてしまうと J3 降格が決まってしまいます。このセットプレー止まっている時間もあるので、はい、まあ、ここで1点返して松本まだまだ分からないですよね。早いボール決まった。追いついた松本、1対1同点。まだ時間はあります。まだありますね。よく決めましたね。諦めない松本山が。出した梅鉢のシュート、ここもクリア。ここで試合終了のホイッスル、痛み分け1対1。